最近黒い剣士っぷりが板についてきたんじゃない？うるせえ、そういうもんじゃねえよ。結構気に入っちゃったりして。勝つ、援護は俺に任せとけ。こう見えても俺、エルフ次元流7段だぞ。なんだそりゃ。ま、ないよりマシか。化け物どもに妖刀ざっくり丸をお見舞いしてやる。さて、追っ始めるか。判決。異端査問委員会は被告を悪魔と契約を結ぶ忌まわしき邪教の徒と断定。よってここに死刑を宣告する。嘘よ、信じて。私は邪教徒なんかじゃない。信じて。ひどい。今月に入って何人目だ。邪教徒狩りと称して無実の人間を。伯爵は。ガッツ、何とかしてあげられないの？やりてえならお前がやれよ。そんなこと。だったら黙ってな。力のねえやつは口先ばかりで何もできねえ。ガッツ。この痛み。
町のどこかに潜んでやがる。見つけ出して殺す。俺の親友は無実の罪で殺されたんだ。見つけたぞ、確保せよ。お前を邪教徒に加担せし者とみなし投獄する。抵抗すれば命の保証はない。殺してもらいたいのさ、伯爵を。俺の家族はあの伯爵の野郎に食われた。奴は人間じゃない、魔物さ。城の抜け道があるのに。俺は貴様らの仲間なんかじゃねえ。
も殺してくれないか。知るかよ、自分のことぐらい自分でやりやがれ。なんでそういうことばっかり。伯爵の城に乗り込む。役立たずは帰れ。頼まれずとも伯爵は俺がやってやる。頼んだぞ。何者だ。倒産と。おとなしく投稿すれば見逃してやる。邪魔だよ、どけ。
戦士として一流というわけだ。待ちかねたぞ、黒い剣士。さあ、試してみるがいい。人一人の力がどれほどのものか。まさか烙印を刻まれながら生き延びた者がいるとはね。復讐というわけか。だが所詮人に過ぎぬ貴様にはかなわぬこと。人の力では神の摂理は曲げられぬ。人であること、それが貴様の限界だ。人であることを超越したこの私に勝てる道理はない。世界と重なるもう一つの世界との扉を開く鍵、五人のゴッドハンドを呼び出す鍵。よくできてるね、これ。どうやってゴッドハンドを呼び出すのさ。それを知ってりゃ苦労しねえよ。あ、待ってよ、どこへ行くのさ。奴の通りし足跡か。どうやら未だ強運には見放されてはいないようだが、しかしこの道は人の身で行くにはあまりにも過酷な夜の道。人として歩み続けることができるか、それと